なんだかんだやっぱ理系院生の需要がある程度高いのかなと思うんで。研究活動が優先になっちゃうっていうところは、まあ、宿命としてはある気がしていて、そこにインターンとかかぶっちゃっていけないとか。1年生の時に仲良かった子が3分の1落ちてたとか結構ありました。なんか噂によると、理カレは一流までは許されるっていうような噂は聞いたことがあります。メイケリのミユです。今回は東京理科大学のインタビュー動画を理科大の大学院に所属されている加藤さんと一緒に見ていきながら、理科大生の就活の実態を見ていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、加藤さん、めちゃめちゃお久しぶりですね。我々実は理系大学院生3人で喋った動画もあるので、ぜひそっちも見てほしいんですけど、加藤さん、就活状況はどんな感じですか？あ、そうですね。自分も無事就活は終わって、結局は内定先としては就職することになりました。すいごや、いですお疲れ様でした。ね。ありがとうございます。私もこれから頑張っていきたいと思います。あ、もう25卒の皆さん本当大変だと思うんで、頑張ってください。私も頑張ろうと思います。それでは見ていきましょう。志望業界ってもう大体決まってたりしますか？まあ大体は決まってます。まあコンサル業界か、まあシステムインテグレーター SIR 業界をちょっと今見てます。そうなんですね。じゃあそこら辺を中心に今見てどんどん受けていらっしゃる最中ということですね。ありがとうございます。ちなみに進みたい業界とかって決まってたりしますか？業界的には素材とかそういうメーカー様を今見てます。そうなんですね。今のお二人を見てると文系就職っぽい方もいたし、メーカーとか研究職っぽい方もいたけど、理科大生って実際にどっちに進む人が多いとかってあるの？あ、そうですね。だいたい3分の1ぐらいが文系職で、残りの3分の2ぐらいが理系職っていうような個人的な体感があります。やっぱ最近はコンサルとか SIR とかはやっぱ人気が急増してるようで、まあだんだん文系職に就職しててもなんか増えてるようなイメージですね。理科大って聞いてたので、そんなに文系職多くないと思ってました。僕も理系であれなんだけど、僕の学校も結構文系職多くて、まあ、理科大ってなるとやっぱりもうちょっと研究職多いのかなっていうふうに思ってたから、結構意外だったかな。理科大って結構皆さん研究の専門分野があると思うんですけど、その専攻と関係ある進路に進む方って多いんですか？そうですね。専攻によると思うんですけども、結構近しい進路に行く方は多いイメージがあります。大体半分ぐらいはそういったイメージがあって、残りの半分ぐらいは全く関係ないところに行くイメージがあります。研究したことをそのまま活かせるのって文系だと結構難しかったりすると思うので、すごい魅力的だなって思いました。そうですね。なんか理系だったら、なんか研究職だけじゃなくても生産だったりとか、まあ、あとは開発の方にも行ける方が結構多いので、まあ、そういったところで結構理系専門分野に近い職種に就くっていう方もいるっていうようなイメージがあります。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。思い出せる範囲で大丈夫なので、ガクチカどういったことを書いていたのか教えていただいてもいいですか？そうですね。大体2つで、1つは塾講師をもうずっと4、5年ぐらいやってたので、まあ、そこでの経験と、あとはもう研究ですね。忙しかった研究で、まあいろいろやっぱ研究っていろんなこと身につくんで、この2つを柱として考えてました。研究をガクチカにされているとおっしゃってたんですけど、実際そういう人は多いんですか？あ、そうですね。大体半分ぐらい自分の周りでは研究をガクチカにしてるっていうイメージです。むしろ半分はガクチカにしてないんですね。そうですね。なんか研究って意外とそのチームでのエピソードにしづらいっていうようなこともあって、まあ、結構アルバイトとかをガクチカにする人もいるっていうイメージですね。研究をガクチカにするって、なんかあんまり想像がついてないんですけど、どうやってガクチカにしてるんですか？その一応僕も理系院生の端くれなんで、ちょっともう答えようと思うんですけど、まあそこでいくと、やっぱりその研究ってものに対してこういう仮説を立てて、こういうふうに実験して、でこういうふうにサイクルを回して、こういう結果が出せましたっていうところは、まあ結構話せるのかなというふうに思っています。まあ私の場合は GPS データの研究をずっとやってるので、まあなんかこのデータから言えることってこういうことじゃないかなっていう仮説を立てて、そこからまあこういうデータ分析をしてみたらこういう結果が分かりましたっていうところ、まあ、こういうふうに、まあ、筋道立てて説明してあげるみたいなことをやってたかなというふうに思います。加藤さん、実際なんかどういうふうにガクチカ作ることが多かったですか？あ、自分は研究のガクチカで言うと、人との関わり方っていうのを重要視したようなガクチカの方を構成してました。結構研究室って結構職場に近い環境なのかなと思って、ボスがいて、その下にまた学生とか、あとはまあ先輩とかもいてっていうところで、結構職場に近い人間関係なのかなと思っていたので、まあ、そ
校での人との関わり方っていうところを重要視したような学知科にしてました。なるほど、なんか研究の内容にフォーカスするしかないかなって思ってたんですけど、それをするにあたっての人の関わり方っていうのはめっちゃ盲点でした。そうですね、そこは自分自身もずっと学知科で一つ使ってたところなので、意外と使えるんじゃないかなと思います。いや確かに人との関わり合いってめっちゃいいなと思って、俺も就活時代それを言っておけばよかったなって今思いました。なんか研究ってすごい時間もかかるし労力もかかるし、せっかくならいろんな方面から学知科に使えたらいいなって思いました。ありがとうございます。就活において後悔していることってあったりしますか？やっぱりもうちょっと夏の時に動いてればよかったなっていうのは、ワンデーツーデーしかインターン参加できなかったので、もうちょっと長期のやつも参加してみたかったなとは思います。今から就活する方は結構早めにどんどん動いて出した方がいいのかもしれないですね。私最近まさに就活を始めたばっかりなんですけど、こうやって研究が忙しかったりすると就活始めるの結構遅くなっちゃいそうだなって思ったんですけど、実際のところどうですか？そうですね、人によっては研究の都合上やむを得ず遅くなってしまう人もいるんじゃないのかなと思います。実際自分の研究室でもそういう方がいて、サマーインターン少し遅れちゃってなんか通過しづらかったりとかいう方はいた印象です。あとなんかこの前話した高幸さんとかもなんか研究とかの都合上でサマーインターン参加できなかったってなんか言ってましたよね。そうね、言ってたね。だからやっぱりどうしても研究活動が優先になっちゃうっていうところは、宿命としてはある気がしていて、そこにインターンとか被っちゃうといけないとか、そういった制約はあるのかなっていうのは現状かなっていう感じです。出遅れちゃった方がいるっておっしゃってたんですけど、そういう方って就活で大丈夫だったんですか？そうですね、大丈夫だったのかなと思います。なんだかんだやっぱ理系院生の需要がある程度高いのかなと思うんで、どっかしらにはつけるっていうのは正直な感想かなと思います。ちょっと失礼かもしれないんですけれども、理科大って結構留年率が高いっていうのを聞いたことがありまして、実際留年する人って多かったりするんですか？多いと思います。はい、周りの方でも結構いらっしゃったりしましたか？そうですね、1年生の時に仲良かった子が3分の1落ちてたとか結構ありました。3分の1落ちてたんですか？相当すごいですね。さすがに3分の1はちょっと留年多すぎない？これまずこれ本当なんですか？いや、これ学科によってはこれ本当なのかなって思うから、でもそれは逆に留年する人って座学で落とす人が多くて、生物系とかあと科学だったら研究室が忙しい分座学は結構楽になりやすいから、あんまり留年はしないんじゃないかなって思うかな。逆にその電子だったりとか材料系っていうのはもちろんその忙しい研究室もあると思うけど、そこまで言うほど忙しくないような傾向があるような研究室は逆に座学でしんどかったりして、友達となかなか過去問とか手に入らずに留年しちゃうみたいなとは結構聞いたことあるかな。いやすごいな、ちょっと全然知らん世界だったからめちゃめちゃ面白かった。そう、逆に慶応とかってどうなんですか？そうね、いや全然いないかも留年って。俺がクラス一緒だったの20何人いて、1人2人ぐらいだったかな、ちゃんと留年したの。それ以外はみんなそれと言ってたから、意外と留年はしにくいのかもしれないね。そうなんだ、あんまりそこで大学の差があると思わなかったけど、やっぱり友達関係がやっぱ作りづらい環境っていうのが、理科大の少しちょっとした特徴なのかな。そのせいなのかな。確かにキャンパスも分散してるもんね。ああそうだね、あとオンラインによってやっぱりすごい留年が増えたってはすごい聞いたことがあって、これまではやっぱり対面であった分友達関係が作りやすくて過去問が入手しやすかったけど、オンラインになったことによってなかなか交友関係が築けずに過去問が手に入らなくて留年しちゃうっていう方が多かったから、コロナ禍が進んだことによって留年率は高くなってんじゃないかなって思うかな。なるほどね、面白いな。そんなに留年多くて就活に影響しないんですか？しないんじゃないかなと個人的には思います。ただ自分の周りに留年をしている方があんまりいないので、そこは正確なことは言えないんですけど、なんか噂によると理科大は一流までは許されるっていうような噂は聞いたことがあります。そうなんですね、二流とかしちゃうとさすがにみたいな。そうですね、二流までするとわかんないんですけど、なんか噂によると一流は許されるんで、5年生大学っていう噂もちょっとあったりします。そうね、うちの大学も、一流した子は友達に行ったんだけど、普通に就職に関してはめちゃめちゃいいところに行ってたので、そのやっぱり留年っていうところに対してちゃんと説明ができるかどうかっていうところが大事だと思ってて、やっぱなんで留年したんですかっていうことに対してちゃんと答えられるっていうところが重要なのかなっていう感じはするかな。
東京理科大生で得したことと損したことがあれば教えていただきたいです。理科大で得したことは多分わからないですけど、学歴っていう意味ではある程度、まあそんなにフィルターとかはないのかなっていうので得したのかっていうのは思います。損したことはでもやっぱり多大の人、他の大学院の人とかと比べるとその情報が少なかったりとかのは あるかもなっていう感じです。確かになんかフィルターみたいのはあんまりなかったような気がしますね。そうなんですね。損したことで結構情報が入ってきにくいみたいなのがあったと思うんですけど、そこら辺は実際どうですか？そうですね、これはいかに交友関係が築けるかっていうところで、就活仲間をいかに作れるかによると思います。ここは正直やっぱり理科大生、まあ、ちょっとした偏見が入るかもしれないんですけど、やっぱ友達を多く作らない方が一定数いるようなイメージは持たれてるのかなと思うんで、もしかしたらそのイメージから来てるものなのかなと思います。そうね、就活仲間を作るのは多分理科大生だけじゃなくて結構大事なことなのかなって思って、やっぱり25卒とかだと対面のインターンとか増えるから、そういったところでどんどん友達作ってどんどん情報共有するみたいな流れができるとめっちゃいいのかなっていうふうに思いました。そうですよね、なんか理科大っていうこの福利からちょっと飛び出して、他の大学の友達とこういう関係を築くのもやっぱり重要なんじゃないかなと思いますね、うん、インターン参加した後のそのメンバーでもその後結構就活の情報交換したりしてたんですか？実際自分はしました。実際そのまま早期選考に呼ばれたりとかすると、みんなでどこ出すとか選考の状況とかをなんか意見交換したりとかしてました。なんか私はまだ参加してないんですけど、その1回限りの関係なのかなって勝手に思っちゃってました。本当全然そんなことないと思う。だから本当に俺も同じインターンに参加してた子でここの選考一緒だねってなって、でそれでめっちゃ情報交換したみたいなこともあるから、なんかやっぱそういうの大事にしてもいいのかなって思うな。そうですね、自分もインターンシップで同じだった人たちと未だに飲みに行ったりするぐらいなので、はい、気づいておいて損はないと思います。私も地方なので、東京のインターンに行けた時はぜひつながり作っておこうって思いました。いや、めっちゃ大事だと思う。はい、大事です。理系就活の実態的なところも多く聞けてすごい面白かったです。他にもこういう話が聞きたいなとあればどんどんコメントお願いします。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで30秒だけ告知です。ぜひメイキャリの LINE アップへの登録をお願いします。すでに内定をしている24卒の先輩が ES 添削や面接の練習など完全無料でサポートしているんです。変な勧誘とかはもちろんありませんのでご安心ください。なぜこのサポートを始めたのか説明させていただくと、先輩たちの ES が見られるサイトはたくさんありますが、正直 ES が似すぎてしまって全然差別化できていなかったり、登録したらいろんなサービスから勧誘が来たといったことが本当に増えているので、正直ビジネスとして成り立つのかは分かりませんが、このサポートを始めました。こんなサポートをしてほしいということがあればぜひお気軽に連絡してください。 ES 添削はその日中に帰ってくるので本当に便利ですし、メイキャリに出ていただいているような有料企業限定で特別選考に招待したりといったことも企画しているので、ぜひお気軽に登録をお願いします。